はい、こんにちは。この方程式の実数解を求めてくれっていうことなんですけども、もうこれはもう見るからにこの x 足す x 分の1をまあ一塊と置いて考えたときに、まあそうするとこれって t の5次方程式になりますよね。これ5乗すればこれが出てきて、まあもちろんついつま合わせれば5次方程式になって、で5次方程式解くの大変かっていうと、これもう t の5次方程式、まあやる前に形想像しておくと、まず、この x 足す x 分の1っていう、これは、偶数上だと真ん中に定数が登場しますけども、奇数上だと、これの次数とこれの次数一致することはないんで、定数登場しないですよね。定数登場しないってことは t の5次方程式ですけど、定数がない5次方程式だから、まあ t でくくれますよね。で、あと、まあ、パスカルの三角形、まあ書けばいいんですけども、5乗するとき。1,4,6,4,1 で、1,5,10,10,5,1 で、ここなんかは x の5乗と x 分の1で、x の4乗と x 分の1で3次式ですよね。っていうふうに、ここは3乗と2乗だから1次式っていうふうに、t の偶数乗の項はないですよね。ってことは、5次方程式ですけども、中身は t と t の4次方程式。で、偶数乗がないから、まあ、定数っていう、まあ、ここいくつかわかんないですけど。っていう、まあ、実質2次方程式みたいなもんなんで、そんなに解くのは大変じゃないでしょうね、ということで、まあ、とりあえず覚え書きで、x 足す x 分の1を5乗したらどうなるかと。まあ、このパスカルの三角形使って、まず、x の5乗と、まあ、じゃあ、両端見やすいように、これ、x5 乗分の1。で、この、係数5になるのは、4乗と x 分の1だから3乗ですね。で、こっちは1乗と4乗分の1だから3乗分の1っていうふうに、プラス5、括弧 x3 乗プラス x3 乗分の1。で、ここは、1次ですね。10、括弧 x プラス x 分の1と。で、まあ、これもまあ、また t で表したいんで、これも覚え書きで、x プラス x 分の1は3乗すると、x3 乗プラス x3 乗分の1と真ん中が3括弧1ですね。で、これはこの方程式は、まず、これが左辺なんで、これっていうのは、これを全部こっちに移行しちゃうと、これは、まずこれが t の5乗ですね。t の5乗。で、これを全部こっちに移行しちゃったものなんで、まず、この3次の部分はこれで表すと、これが、これもやっぱりこっち移行しちゃうと、これっていうのは t3 乗マイナス 3t ですよね。これをこっちも取ればいいんで。このマイナス移行して5括弧 t3 乗マイナス 3t。で、あとはこれ、こっちもできたマイナス 10t。が、右辺は16分の 205t と。で、まあ t の5次方程式になりますが、もう定数ないんで t でくくれると。t の5乗マイナス 5t の3乗でプラス15だからプラス5とこっち持ってきてマイナス16分の205押すと16分の80だからマイナス16分の 125t が0ということは t カッコ t4 乗マイナス 5t2 乗マイナス16分の125と。まあ、16分の125は、まあ、足して整数になるから分母は同じ方が良さそうなんで、4分のと4分ので、125は5の3乗だから、まあ、2個と1個でちょうどうまく、どっちかにマイナス、こっちマイナスくっつければ、4分のマイナス20だから、ちゃんと5になると。いうことなんで、因数分解もできると。おそ t カッコ t2 乗マイナス4分の25と t2 乗プラス4分の5が0と。ということで、t は0かプラスマイナス2分の5か、まあ、これは虚数ですね。プラスマイナス2分のルート 5i。で、まあ t っていうのは x 足す x 分の1なんで、が0。で、x 足す x 分の1がプラスマイナス2分の5。
で、実数と実数足して虚数になることはありえないですね。まあなんでこの2つが候補で、こっちもしかも x 以上プラス、1が0で、これもやっぱり虚数になっちゃうんで、これもダメと。じゃああとはこれだけですね。x プラスなんで、まあ両辺に2乗しちゃって、x2 乗で移行しながらプラスマイナス2分の 5x プラス1が0と。まあこれ2倍しちゃいますか。2x 次乗プラスマイナス 5x プラス2が0で、これはもう2121でうまく4と1で、まあこれもプラスマイナスですね。なんで、2x プラスマイナス1と 2x、x プラスマイナス1と。x プラスマイナス1がプラスマイナス2が答えなんで、x はプラスマイナス2分の1とプラスマイナス2というこの4つが答えになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で答えはきれいに書いてある、そして映像もすぐに見られるというシステムになってますので、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。